グルーボールとは、量子食力学において存在が予言されている、異種中間子に分類される複合粒子である。QCD では、色を持ったクオークやグルーオンを単独で取り出すことは、できず、クオーク3つの状態やクオークと、反クオークの結合状態を作ることで無色となった状態でのみ存在できる。同様に、グルーオンのみが、 複数結合することによって全体で無色となった状態も考えることができる。これがグルーボールである。格子ゲージ理論による数値計算などによってその存在と質量が予言されているが崩壊過程の計算までは非常に困難である。実験ではエフレと呼ばれる粒子が最も軽いグルーボールの有力な候補とされているが、 グルーボールの性質に関する理論側の予言が十分な情報を与えられないことから、それがグルーボールであると特定する決定的な証拠がない。パーティクルデータグループ C アンスラーへ通るレビューオブパーティクルフィジクスフィジクスレターズ B667-1 ありがとうございます。